え、動画をご覧の皆様、こんにちは、竹内です。ということで、えー、画面がですね、<laughs> 若干リニューアルしました。まあ、リニューアルもね、クソもないんですけど、こんなの。あの、ちょっとね、変えてみました。ということで、えー、今回はですね、今回はと言いますか、まあ、今週から、ちょっとあの、お試し、僕の中のお試しということでですね、えー、特別登録時点の、えー、評価をですね、そ、こその時点でちょっとあの、数値化して、あのー、 お届けしようかなというような、えー、ものをですね、えー、やってみようとして準備をしていたんですが、本、え、当、ー、だったらね、月曜か火曜にやる予定が、えー、すげえ遅くなってしまいまして、あのー、まあ、正月明けでね、あのー、そうですね、金配もあって、で、中の平日がなくて、で、えー、まあ、いきなりこの3日間開催ということでですね、ちょっと時間を送ってしまったんですが、うん、そうですね、あのー、反応があれば、あ反響があればあ、ちょっと続けていきたいなと思っております。 ま、これが、えー、どういう感じかと言いますとですね、まあ、あの、指数という面で言ったら、あの、まあ、僕の場合、あの、そうだな、あの、テイクアップアームズという方の、えー、会社の方のサイトでですね、指数の配信してますし、あの、そっちであの、例えば無料の指数をですね、配布するのも、ま、どうかと思ったので、まあ、この個人の方でですね、指数の配布ではなくて、えー、あくまでも、えー、特別登録時点の、うん、評価の、を数値化して、ものをですね、えー、アップしていったら、あの、まあ、 うーんライト層と言いますか、まあ、あのー、コンテンツとかをね、がっつり使ってる人じゃない人でも楽しみつつ、またコンテンツをね、あのご利用の方はあ、そのコンテンツの指数とこっちと見比べて、なんかあの調べたらいろいろ出てくるんじゃないかとかやる人がね、あのうちの読者様とかユーザー様にはあの非常にそういうあの、なんですか、コアな方が多いので、まあ、楽しんでいただけるんじゃないかなと思ってちょっとテスト的に配信してみたいと思います。 でまずはですね、えー、これは1月9日、えー、ことぶきステークスの、うん、数値ということになります。この赤文字のどこかね、説明なので読んでいただければなと思うんですが、まあ一番、まあシンプルに数字を追っていくと、まあ、えー、ナムラーンが一番高くて、でキングストーン、えー、アングライフェンみたいな、えー、サングレアルというような感じで、えー、続いていくというような感じですね。うん。 まあ初回なのでさっぱりあれだと思うんですけど結構ねこれであの数値の上位だけで先週あのねあの結構高配当とか出ていたりするので結構参考になると言いますかあの上の方からね時空間選んで人気数が上の方にいたらまあそれを加えてみてとかってやってると結構自然とねあのある程度の的中そしてある程度の回収ある程度の配当の幅が結構どれもね狙えたりしますのでうんまあ もちろんね、あのー、あのー、一応あの、一応と言いますか、有料で配信している指数とか、ああいうもののように回収率を求めているものではないんですが、あのー、まあまあ、こういうところから、あの、競馬の、そうですね、まあ、数値化とか、そういうものに入ってくださるかね、方がいても面白いんじゃないかなと思います。で、次ですが、えー えそうですね。小福ステークス。えー、招く服ですね。いい名前です。えー、1番がキングの夜明け。えー、メイプルレインボーが続いて、ちょっと差があって、サージェントバッジ、クロスボウという風うに続いていきます。というような感じです。まあ、画面はね、あのどんどん飛ばしていきますが、あの停止ボタンを押していただければ、いつでも止めることができるので。はい。では次ですね。はい、次ということで、えー、1月11日、えー、成田特別。 ここはね、特別登録の馬が多かったので、バーっと、まあ、文字もちっちゃくなってますが。うん。タガノハヤテ、えー、サトンセレリティが上位。えー、まあ、コンセギールまで上位ですねで。そこでちょっと差があって、アムールスキー、えー、ルアノバロックキャンディのような感じで、えー、続いていくということになります。で、これあの、 そうですね、競馬ののライトファンの方は分かんないかもしれないですけど、特別登録時点の話なんで、実際にはあの出走しない馬ももちろんいますし、今この画面にいるね、馬の頭数が一気に走るということはありませんし、はい、そういうところは、あの、理解していただきつつ、まああの月曜日、火曜日ぐらいからね、ちょっとこういうのを見ておいてですね、なんかあのメモでも高い数値の馬だけでもメモを取っていただければ、まあ、週末にね、予想の一つの糧として、あのー、使っていただけるんじゃないかなと。 思って、えー、アップしてみました。まあ、本当はね、もっといたくさんのレースをちょっとや、あのー、出したかったんですけど、時間の都合などありまして、まあ、今回はちょっと、まあ、冒頭にも言いましたが、テスト的に配信というような感じになっております。